三浦康氏4月9日体は、日本の政治家。自由民主党所属の参議院議員、総務大臣政務官。衆議院議員、大田市議会議員を歴任。島根県大田市生まれ。島根県立大田高等学校を経て、1997年、神奈川大学法学部を卒業。大学在学中から2005年3月まで、亀井久沖衆議院議員秘書を務める。 2006年4月大田市議会議員選挙に立候補し、初当選。以後3期務める。2017年の第48回衆議院議員総選挙に、比例中国ブロックに自由民主党比例名簿20位で立候補し、初当選した。同年10月31日、秋葉ケ県や佐藤昭夫、鈴木孝子とぬかが派に入会。2019年5月30日、 第25回参議院議員通常選挙への不出馬表明後に死去した島田三郎に代わり、島根、鳥取の特定枠として比例区の公認候補として擁立することが発表された。同年7月4日、参議院選挙の公示に伴い、自民党比例区特定枠2位で立候補を届け出たため、公職選挙法の規定により、衆議院議員を退職となった。 三浦の衆議院議員退職に伴い、7月11日の選挙会で安倍元昭吾の繰り上げ当選が決定した。同選挙では比例区の特定枠順位2位で立候補し、当選。得票数は3308票で、全当選者の中で最低の得票数となった。2021年10月6日、岸田内閣で総務大臣政務官に就任。ありがとうございます。